はい、小規模事業者持続化補助金2022年2月4日締め切りについて解説をさせていただきたいと思いますこの動画は中小企業の経営者の方がおそらくご覧になっていただいていると思います多くのこの動画を見ていただいている方が中小企業を経営されている方だと思いますで今回 さらにこの動画を見てていいただいている方はこの小規模事業者持続化補助金を申請したいもしくは活用したい活用して新しい取引先を開拓したいと思ってらっしゃる方がほとんどだと思いますでこの小規模事業者持続化補助金に関する動画もこれで何本目かになりますのでこの小規模事業者持続化補助金を 活用したい、申請したいと思っていらっしゃる中小企業の経営者の方は、えー、チャンネル登録していただければと思います。また、えー、これについて解説させていただくことが、えー、また動画に出ましたらすぐにご覧になっていただくことができます。はい、えー。解説していきたいと思います。小規模事業者持続化補助金とは、まあ、新たな販路開拓費用の3分の2の補助金が受けられる制度のことです。 例えば、取引先開拓や、まあ、販路開拓、集客などについての費用が補助を受けるということができます。最大50万円まで補助を受けることができます。ただ、まあ、特例がありまして、2020年の1月以降に法人設立、開業した場合は、上限100万円までの優遇措置を受けることができます。2020年の1月以降に法人設立した場合は、 上限が引き上げられて100万円まで補助を受けるということができるということですね。2020年から2021年までに、えー、この小規模事業者持続化補助金は6回募集されています。えー、昨年2022年もおあ失礼しました。昨年2021年も、えー、10月に、えー、募集の締め切りがありました。それが6回目ですね。でこの2022年は2月4日が えー、貯金の締め切りになりますそして6月10月の3回締め切りが、えー、予定されていてそのスケジュールは発表されていますで、公募要項も第13番というのが公表されていますこれもあのこの動画の概要欄の方に貼っておきますのですで、えー、に公表されているものについてはそちらから確認していただければと思いますこれは2月の4日締め切りですねで、この小規模事業者持続化補助金を 活用した取引先開拓を、まあもちろん、あのやっていくことができるんですけれども、この採択率、大体申請してどれぐらいが通るかということについては、この2020年の第1回は採択率90%ですね。約9割の人が補助金もらえたと。申請した人の約9割が補助金がもらえたという状況です。で昨年の2021年の10月の第6回の採択率は69.1%。まあ約7割ですね。 申請した方の7割の方が補助金をもらえているというような、まあ、申請すれば大体通るというような状況ですので、まあ、ぜひこの小規模事業者持続化補助金を活用した取引先開拓っていうのを考えていただければなと。ぜひ申請していただければなと思います。でちょっとあの、えー、私たちのことをお話しさせていただきたいんですけれども、私たちは補助金を活用した取引先開拓っていうのをやっています。えー、まあ具体的には法人、えー、企業ですね。 企業の取引先を開拓したい、企業から受注したい、企業と新しい取引を生んでいきたい、新規の販路開拓をしたいという方向けの営業代行をやってます。会社名は株式会社セールスマーケティングファームといって、創業6年目で千葉県の船橋市にあります。私たちのこの営業代行、取引先開拓の営業代行についてはちょっと特徴があって、1社20円の安価に営業代行、取引先を開拓すると。 いいう,うな形でやっています実際に我々の方にこの小規模事業者持続化補助金をえ活用してですね実際に申請をして、まあ、それが通ったという形で我々の方にえ依頼があって活用していただいているという企業様もたくさんいらっしゃいますなのでこのえ小規模事業者持続化補助金を活用してえ補助金を受けながら新しい取引先を開拓したいという方は ぜひお問い合わせいただければと思います。まあ、また将来的にこの補助金を活用していきたいというふうに考えてらっしゃる方はぜひチャンネル登録をしていただければと思います。またこれについて解説をさせていただきますと。小規模事業者持続化補助金2022年2月4日締め切りについて解説をさせていただきました。ありがとうございました。